よし、脱出だ。ジー、脱出といえばイカダだよね。木材集めてくる。そっちは崖ですけど。ジー、さすがアカネさん、進み方もワイルドですね。違う、転がり落ちてるの。わざとじゃないんですか。そんなわけないでしょ。助けて。ブラックチャンネル。じぃ、しょうがないですね。ありがとう。重くない？平気ですよ、俺ちゃん悪魔ですので。じぃ、おや、雨が降ってきましたね。こんな時に最悪。じぃ、あんなところに洞窟が。ひとまずあそこで雨宿りしましょう。あ、行った。どうしました？さっき転がり落ちた時ちょっと足くじいちゃったかも。おやおや、困りましたね。応急処置できるものもありませんし。じぃ、なんか今奥の方から音がしなかった？しましたね。何かいるんでしょうか。じぃ、私見てくる。ちょっと待ってください、あかねさんは怪我してるんですから、ここは俺ちゃんが。じぃ、ブロック、優しいとこあるじゃないかよ。ここで見つかったら取れ高足りませんし。お、何のこと？まあいいじゃないですか。行きますよ、カメラちゃん。じー、洞窟の謎。どうしてもついてくるんですね。じー、いいでしょ。もしかして暗い洞窟に一人残るの怖いとかですか？うるさいな。かかか、そうなんですね。じーじじー、いいから行くよ。なんだあの空間。おや、食べ物がありますよ。私の好きな雷おこし、ちょうどお腹空いてたんだ。いただきます。じぃ、救急箱までありますよ。これであかねさんの足応急処置できそうです。助かった。じぃ、きつくないですか。大丈夫、なんかちょっと恥ずかしいな。これでよしと。ありがとう、なんとか歩けるようになったよ。よかったです。でもなんで洞窟に食べ物や救急箱があるんだろう。どうしてですかね。この洞窟なんかおかしくない？ま、おかげで助かったんですし、いいじゃないですか。迷う。ここ暗いし、入り口まで戻ろう。そうですね、ここさっきも通ったような。ねえ、もしかしてだけど迷ってない？気づきました。どうするんだよ。きっとそのうち出られますよ。本当かな。あ、いてて。大丈夫ですか、転ばないように手をつないで歩きましょう。子供扱いするな。してませんよ。え、幽霊。おーい。なんか声が聞こえたぞ。聞こえましたね。じぃ、おーい、幽霊かも、怖いよ。あー、わあ、すごい力ですね。じぃ、おー、あ、光が見えますよ、きっと出口です。おりゃー。ネタバラシ。とんでもない力でした。あかねさんの底力に驚きです。じぃ、おい、ブラックにあかねちゃん。サトシ、なんでこんなところに？助けに来たんだよ。今朝ブラックに呼ばれて。実はスマホでサトシくんに助けに来るようお願いしていたんです。私が起きる前か。そうです。食べ物や救急箱を用意してくれたのもサトシくんです。じぃ、じゃあさっき洞窟の中で聞こえたのもサトシの声？そうだよ、呼んでるのにすごいスピードで逃げていくから。なんだと思ったの？かかか、幽霊だって言ってましたよ。じじじ、仕方ないでしょ、暗かったし。でも鬼ヶ島を取りに行くなんて言った時はびっくりしたけど、無事でよかったよ。鬼ヶ島は取れませんでしたけど、鬼さんの鬼矢花生態はたくさん取れましたので、これを動画にしたいと思います。じ、知ってますか、サトシくん、鬼は暗いところと幽霊が怖いらしいですよ。へえ、怖がりなんだ、なんか意外。ちょ、待て、その動画削除しろ。サトシくん、逃げましょうか。お前ら、ボッコボコにしてやる。なんで俺まで。じぃ、
ブラックチャンネル、コミックス2巻がついに発売です。コロコロサポーターショップという一部の店舗で購入すると、プロット6チャンネルのコラボシールがもらえるチャンス。ぜひゲットしてください。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。